この子を失ってしまうかもしれない、そんなことが頭をよぎったあの日、あの頃の私たちは娘が5歳になる姿を想像することすらできませんでした。2019年3月5日、この世界にやってきたね。あなたに初めて会った時、ママもパパも本当に幸せだったんだよ。お兄ちゃんと違って韓国で生まれたユラ、2人目といっても勝手の違う出産と育児に戸惑い、異国での2人育児に戸惑い、幸せと不安の狭間でママはいつも余裕がなかったかもしれないね。お兄ちゃんはいつまでもユラに興味がなくて、なかなか一緒に過ごそうとはしてくれなくて、私の接し方が悪いのか何が悪いのか何年も頭を抱えてママは悩んでいたんだよ。きっとシオンも突然の妹の登場に戸惑っていたんだよね。今ではとても仲良く遊んでいる二人、この頃のママに教えてあげたいな。生後1ヶ月で日本のジジババにも会いに行ったね。まだ座布団にすっぽり収まるサイズだったユラ。日本で行ったお宮参り、ユラの健やかな健康を願ったはずなのに、あんな恐ろしい病気が待ち受けているなんて誰にもわからなかったんだ。ママはユラの不調に気づくことができなかった。本当は具合が悪かったのかな、痛いところはなかったのかな。気づいてあげられなくてごめんね。ユラは不調を訴えることもなく、よく笑ってよく飲んでいたけれど我慢していなかったかな。生後4ヶ月で寝返りを習得、毎日一生懸命遊んでいたね。好奇心も旺盛で、おもちゃを手にしては喜んでいたんだよ。生後6ヶ月、一人座りもマスター。目線も高くなり、見える世界は新鮮で嬉しそうに座っていたよね。釣り映えも上手で、狙ったおもちゃに一目散に向かっていたよ。生後5ヶ月で釣り映えを始めたユラ、ハイハイも歩くのも早そうだね。この頃周りからはそう言われていたんだ。生後200日、少し遅めで離乳食スタート。本当に食べなくて食べなくて、ママは本当に悩んだんだ。食べたくないと泣くユラと一緒に、ママも何度も泣いたんだよ。生後8ヶ月、ハイハイが早そうと言われていたユラは、ハイハイなんてする気配はなくて、むしろ上手だった寝返りも釣り映えも一人座りもすることはなくなっていた。2019年12月、おかしいと思い始めてすぐ初めて小児科行ったんだ。お母さん気にしすぎですよ、そう言ってくれることをどこかで期待しながら。でも実際に言われた言葉は、早く大学病院で見てもらうように。あの日から世界の色が変わった気がする。2019年12月10日、大学病院の予約が取れず駆け込んだ救急。10時間待って MRI を取ってくれた。そこで告げられたのは信じられない病名だった。なんで？なんでユラなの？あの日のあの気持ちは
今でも言葉に表せない。でもあの感情は一生忘れることはないと思う。2019年12月17日、初めての手術。7時間超えの手術を乗り越えたユラ。本当に本当によく頑張ってくれました。悪性だろうと言われていた腫瘍は良性で、奇跡を起こしてくれたユラはとても強い子なんだって思ったんだ。もうこの子は大丈夫、そう思っていたのに。2020年2月23日、2度目の手術。数日前から嘔吐が止まらず、何件も病院をはしごした。病歴と手術歴を伝えても、どの医者も口を揃えて言った。熱がないから脳とは関係ない。ママが気づいてあげないといけなかったのに。また苦しい思いをさせてごめんね。迎えた1歳の誕生日。誕生日を迎えることがこんなにも幸せなことだったなんて、日常がこんなにも輝いているなんて、全部ユラが教えてくれたんだよ。発病から約2年間ずっと通ったリハビリ治療。最初は終始大泣きしていたけれど、リハビリを始めてからたくさんのことができるようになったよね。捕まり立ちができるようになった生後14ヶ月。早そうと言われていたハイハイも14ヶ月の時にできるようになったよ。初めて伝え歩きをした日。うわー、すごいじゃん、ゆらちゃん。いや、初めて歩行器で歩いた日。ソファーに登れるようになった日。うわー。一人で立った日。嫌がっていた装具も頑張って履いたよね。病院だけではなく家でもリハビリする日々。手を使って階段も登れるようになったよ。できる？一人で立ち上がれるようになった日。お掃除立てる？お掃除立てほら。おお、すごいすごいすごい。うわー、すごいじゃん。うわー、すごいすごい。あいで、あいで、あいであいであいで。一人で歩けるようになった日。うわー、すごいじゃん、ゆらちゃん。時にはこんないたずらをしてみたり、こんなことをしてみたりもしながら。おっきしてください。あれ、おっきしてください。自分でできることが日に日に増えて、たくさんのことを習得した1歳のゆら。毎日が輝いて見えていたかな。ゆらたん5歳になってどうですか？嬉しい。嬉しいな。ゆらたんはどんな5歳になりたいですか？本当の5歳。本当の5歳になるか。ひなまま5歳今。ゆらたん、お誕生日おめでとう。ゆらちゃん、生日축하해。
유라지금까지건강하게잘있어줘서너무고마워아빠는유라정말사랑하니까유라도아빠를많이사랑해줘알았지誕生日おめでとう、当時いろいろあった時のことを思うとゆらたんが5歳になったっていうことはうろぼれ怖かったね。猫울려있었는데あの時はゆらたんが5歳になるってことを想像もできない時期もあったのに、こうして元気に5歳を迎えることができて、ママは本当に嬉しいです。ゆらたん大好き。これからも元気いっぱい大きくなってね。ゆらたん、みんなおめでとう言ってくれてどんな気持ちでしたか？それは知らないですよ。じゃあゆらたん、今からどこに行くか知ってる？知ってない。今からゆらたんの1000円ソムを買いに行ってご飯を食べてキツカピに行きます。行く人はーい。キツカピ、本当にキツカピ？ユラレプ。毎年誕生日の朝にサプライズで飾り付けをしておくのが我が家流。今年の反応はいかに？作ったの？可愛いでしょ。だけどゆらは青が好きじゃない、ピンクが好き。青だけなかったの？だってシナモンは青だから。あ、シナモン青だった。うん、シナモン。じゃあシナモンの誕生日じゃん。シナゆらたんとシナモン誕生日1日しか違わないもんね。説明しよう。なんとうちのゆらさんとシナモロールのシナモンさん、誕生日が1日違いです。ゆらが今5歳。うん、
個買っていいよってしてた。もう一個買う？같이땡겨줄게이거이거만잡아자하나둘셋유한테해야지자하나둘셋Thank you.